来たこれ、ランバルル特攻トゥルーってあるじゃん。そっか、ランバルル特攻の部分か。本来だったらアムロがグフと一騎打ちするところなんやな、ストーリー的としては。行くか。あ、お、なるほどね。このブレイクってやったところの下にトゥルーテンが出てくるんじゃ。はあはあはあ。なるほどね、これか。どこや、これモビルスーツもしかしてガンキャノンとガンタンクも使えるようになったん。さりげなく使えるようになってるね。あ、使えるんじゃ。じゃあただ俺ガンキャノン使ってみてかな。あ、これか、このボタンで変えれるんじゃ。おっしゃ。あ、ここでモビルスーツセッティングのとこで乗るモビルスーツ変えれるんじゃ。その上でミッションのとこ来て、こうか。あ、俺がガンキャノン使っとったからといって、味方の開始電が出撃できませんみたいな、そういう いやらしい感じではないんやな。ジムとザクを呼び出して、そっちを味方にしても問題ないですみたいな感じか。じゃあガンキャノン日記体制で行ってみようか。よっしゃ、俺もガンキャノン使ってみたい。行くぜ。ガンキャノン、ガンキャノン、ガンタンク。これでランボルトっこいわけんさ、味方にガンダム動くけん、割とホワイトベース隊に俺が混ざったような感じになったのよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのにね。そうだな。RX78、最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんは、ソロンの街でランバラル隊と接触するんだけど。総長さんを探しに出たフラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。いちいちさん付けっていうかさ、育ちの良さを感じさせるね、さくらさん。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？ゆるかったよな、あの時。まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内してランバラル隊のグフとの戦いに勝つ。うん、両腕をバサーって切り落とすやつね。招待状頼りにしてるわよ。さあどんな感じの展開になるのか。シュー、きたー。ああやられてる、相変わらずやられてる。ホワイトベース、さてガンキャノンはどんな感じなんだろう。めっちゃ打ち込まれかありますけど。おっとガンダムが来てくれた。よっしゃ、ホワイトベース隊に俺が混ざったような感じになってるぞ。あのルフってモビルスーツに出てこられたらガンキャノンもタンクもイチコロだ。そんなに格闘、おいおい、やっぱ格闘系のキャラじゃないけん。格闘攻撃そんなにダメージ大きくないな、ザクとかに比べれば。くらえ、なにこれ、なに、爆弾投げれる。こんな爆弾武器あったっけ。だえよっしゃー、そうだよ。くらえ、バズーカー格闘を入れて撃破。何それ、何それ、何それ、なんか複数のルートあるんじゃ。とりあえずがザクキャノン撃破したい。やっぱ遠距離からの攻撃の威力高いな、そういうあれなんだろうな。どっかおるならアマラル、来たー木馬、なんか来たぞコアファイター。遠距離から攻撃する系のモビルスーツのはずなのに思いっきり格闘吹いよる。
格闘攻撃がやりやすいけんな、元気くん。あれ、届く？さあ、いて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 。どこ行った？敵どこおる？おらんな？よっしゃ、ゴー。どうした？なあこれ前にも聞いたことある。何やってんのの使い放題や。よっしゃファイヨー。時間軸ずれとる。そうなんじゃ。はあ、スクランブルになっちゃうね。あの顔で無茶する人なんだよな。知らんけど。クラッカー、よいしょ。クラッカーは知らんけど、名前はクラッカーか知らんけど、めっちゃ来るね。いてー、どっから撃たれた。あんなとこからタンクが。射撃系の武器を期待でよかったかもしれんな。だったらワイトカジ、ホワイトベースめちゃくちゃ作られよけんな。くらえ、よいしょ。どこ行った。そこにもおるな。ビームライフルの威力が高いんが面白いねこれ。来た、また来た、降りてきた。よいしょー、よいしょー。次どこ、どこおる、どっかおる。反対こっちかな。おるな、なんかこっち見えんけど、この赤い点そうじゃない。おるわ。お前大丈夫だ、こんなとこで休んでんじゃねえよお前。すごい空気みたいになっとるだお前。よっしゃー、来たー、とうとうちゃんと。なんか俺がの今おるところに立ってないこれ。さあブレイクは起きません。この世からちゃんとグフです。俺だってビン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 、とりあえず周りのやつを倒しますね。コズンかなこれは。ファイヤー、よっしゃー。あとこいつだけ。ファイヤー、クラッカー、一旦下がる。危なー、よう避けた俺。いてててててて、てでも4機で囲んどうけない今。いででででで、あスペシャルアタック使えるで。くらえ一斉放火。ははは、は石も投げる。ファイヤー、いてててててて、ていてててててて、てそうだよ、エースパイロットなんだよ。エースパイロットさらに遊園ってやつやだ。はい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 。おっと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 、これぐらいの距離がただ、ね、うーすごい移動速度。クラッカー届くか、届いてない。俺も頑張ってるよ。おい、だって褒めてくれよ、やってるよ。ファイヤー、ファイヤー、よっしゃー、叩き込め、格闘叩き込め、叩き込め叩き込め。いやー、やばい、死ぬ。オッケー、よいしょー。ファイヤー、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 ファイヤー。あ、通信が。
僕らを助けたのは見せー、ファイヤー、ワイヤー、火力火力ダウンした。よいしょよいしょ、格闘格闘、そしてボムバーカー、どうだ。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そうだぞ、鈴の救助が頑張ったからだぞ。このモビルスーツの性能のおかげだということを忘れな。違うよ、鈴の救助だよ。鈴の救助だよ。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。マジでやった。このシミュレーションデータを再登録すればブレーク修正は完了。よっしゃー、ようやくか。どうした、アムロ、どうした。ぼーっとしてるやん。総長、僕はあの人に勝ちたい。この後臆病なくらいがちょうどいいのよね。白兵戦を挑んでくるよな。ホワイトベースの内部に侵入してきて、よっしゃ、何せよクリア。これで、え、ガンダム設計図、ガンダム設計図じゃないですか。ああ、 100% に痛まったらガンダム使えるんじゃ。あ、なるほど、ガンダムの設計図123点があって、それらを加工得してきたら 100% になってみたいな。なるほどね、使いたいよガンダム、やっぱガンダムだよ。トゥルーミッション検索、該当あり。トゥルーミッション検索、まだなんかあるんじゃ。次は？さっき回収したっていう新しいフラグメントキーがあるから。イエス、姉さん。厄災性の後、失われたとされる技術、荒屋敷システムのデータをね。じゃあ、あの時のポストディザスターの話がトゥルミッションで出てくる感じ。ちゃんとキマリスが出てくるってことか、つまりエピオンが出てきたけどさ。ポストディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り。エドモントンのブレイク現象を修正する重要なプログラムコードだよ。そうだね。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。おわ、大丈夫かなこれ。ハロ先輩、ちょっと来て。何そのエラー。シャクラ、なんだシャクラ。荒屋敷のデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。ごめん、元ネタわからん。中のガンダムの元ネタはあるんかな、それ。なんかひどいこと待ってますけど。バカせんだろうな、ハロー。さくら、勝手にバグったデータを入力しないで。何なんだろう、でもバグったデータって。修正完了。あ、大丈夫だったんかい。プログラムコードだったけど。ハロー、大丈夫？もう勘弁しろって言うところだな。おかしなコードは直しといたけど、さくら、勝手なことはしないでよね。ああ、ゆのちゃんがさ、そういうに強かったけんよかったわって感じ。波のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女は管理システムに選ばれた。さくら、聞いてるの？次やったら大量のコンピューターウイルスを投与するからね。何お仕置きって丸裸にされるの？スケベ。あ、また違うトゥルーミッション、エドモントンの話。よかった、俺としてはさくらちゃんの体にそのお仕置き用のデータ入れて真っ裸にしてあげたいと思うよ。データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。というわけで挑めるようになりました、鉄血のオルフェンスとトゥルーミッション。というわけで次のミッションいっていただきます。次がこれ、こっちか、鉄火弾。あれやな、以前にそのブレイクの方だったらこのエピオンと戦ったところなんやけど、これの正しいストーリーって言うとね、もう完全にボスが誰だか分かるような感じになってますけどね。これやるわ、よっしゃー。でね、あのランボラール特攻のねミッションもう一回やり直してみたらさ、
クリア後にドムの設計図に入れてさ、ドム使えるようになりました。今回これ使っていきます。インファイターっていう近接型の機体らしいですね。これでいくわ。今持ってる他のモビルスーツのどれよりもさ、性能高いらしい。来た。前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？はい、作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、ああ、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが事実なんだよ。そうなんよな、子供たちだけの部隊なのにさ、正規の軍人相手にさ、健闘を見せるよな。私たちは前回と同じく結果団として三日月くんのガンダムバルバタスと、うん、秋広くんのガンダムグシオンリベイクと、あ、グシオンリベイク今回味方におるんじゃ。え、じゃあ俺らの部隊の3機とで5機やもるん、こっち味方結構数多いな。急に秋広くんって出てきたけど友達の秋広くんみたいな感じになっとれないか、お前日本人っぽい名前やけん急に友達の同じクラスの秋広くんみたいになっとれないで、そう聞いたら小学生っぽい聞き方やけどさ、ゴリゴリマッチョの男やけんなこれそうなんだよ、脳みそまで筋肉でできそうな戦い方をする秋広くんだよなんか秋広のことくんづくで読んだら途端に面白なるなお前よっしゃ行くぜ。定義はガンキャノンガンタンクのままです。気づいたら好感度が1段階上がっとったからな、この2人。きた、まずはバルバトス。これは前回と一緒か。おっと、アキロまだできない。モビルワーカーもおるな、なんかここ。ただただひどいだけ。格闘攻撃が強いね。格闘の、あれ動きがだいぶ違う。筋肉隊そりゃそんな名前だったっけ、アキヒロの舞台って筋肉だわ、アキヒロだけな気がする。アキヒロ以外に筋肉キャラおったっけって感じやけどな。ここは突っ込まないで置いてあげよう。次は違うな、決まりストリーパーおるんかな、完全にあれグレイスの何だったっけ、グレイスアインか、グレイスアイン映っとったっけ、明らかにグレイスアインがボスみたいな感じになっとったけどな。どうなんだろう、周辺層バズーカなんだこのオルガの髪型が真似にした団員なんだろう同じカット屋さんでカットしたよなお前話聞いてなかったけどさ、何があったみたいな感じに全然聞き取れんかったけどごめんなさい。なんて言ったこのキャラの二人ホバー移動もあってちょっと癖がある感がある。あれホバーもうちょいブーンって動いてくれるもんかなと思ったら、なんか思ったより速い感じじゃない。あい、おっとっと、バズーカ、バズーカやけんちょっと癖があって当てにくいんやな。どうなんだろう、性能はいいんやけど、ちょっとザックやジムの方が、てかガンキャノンの方が使いやすいかもしれんな。使いやすさで言えば戦闘力はこっちの方が上なんだろうな。あああるんじゃ、原作なんか原作再現でその叩き落とす攻撃があるんじゃ、ミデアをマジューさんのマジューさんのミデアを突き落としたその両手でガンのやつあるんじゃほんまにインファイターやな。おお強い一発一発が隙がでかい代わりにめちゃくちゃ強なっとんじゃそんなところを再現するんじゃ、さすがマチルダさんを盾が落としてたことがあるような感じ
こっちかな、こっちっぽいわ。そう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 、チュートリアルでさ、なんか参考にしてみてくださいみたいな感じで新しい技を覚えたんよな。新しい技っていうか、その HB ゲージの下のゲージを使っていろいろアクションができるましたできますみたいな。それもうまくボス戦で使えたらいいなっていう。何だっけ名前、なんとかブレイクなんとかチェインブレイクか、そんな技を覚えたんだ。あ、来た、前回こっからの手前ぐらいから始まったけん結構長い感じで、ちょっとようやく前回の続きのあたりまで決めやすいみたいな感じのとこ来たな。よっしゃー、いでででで、これ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 、連続攻撃したり攻撃を受けよう途中に罰を四角を同時に押したり、今チェーンブレイクっていうのを発動しまして、敵の攻撃をですね弾くことができるんですよ、格闘攻撃で一気にダメージを抑えることができる感じ。そういう技も覚えましたんで、これでうまいことダメージを抑えて戦いたいなと思います。しかしドムの動きちょっとさ癖があってさ、ちょっと使いにくさが目立ちますね。だったらガンキャラの方が好きかなみたいな。そうだな、出てこなければお前らはまだ生きてたんだよ。行くぜ、来るかな、グレイザイン、グレイザインか、来るか、キマイストリーパー朝木、あグレイザイン来た、なんか思ったより小さいねもうちょい大きいやつ来るかなと思っとったら、なんか SD されてえらいちょっとサイズ小さなってないいやもうちょい大きいもん言うと、もうちょい大きいもんかなと思っとったけどね俺は。あ、光らせる攻撃あるんだよこれ、胸からの光らせる攻撃あるんだよこのドーム今回も。そうだなあ、せつとか言ってくれんかな、あ、俺がの団長になあせつとか言ってくれんかな、ちょっと有名なんですけど割とこの原作にもあったやりとり、クランクにさアーセナルベースっていうゲーセンであるカードゲームの方では結構活躍しておけないけどなコストが低くて、だからアイン活躍してるよ、あなたの大好きだ、あクランクに、クランクディーザーめっちゃ活躍してるけん。えいえい、どうしたどうした、あスペシャル使えるで、よいしょー、あー外してる外してる外してる、だいぶ外したダイブ外した、エジビ半分まで削れたね、いけるいける俺に竹取ってこんけん、全然俺の HP 減ってないっていう謎現象が起きてる大丈夫かカイ、よこせよこせよ、うん、なんだおっと、これも原作再現できないところあるな、来るぞ、あ原作通りっていうか目が使い込んで、もっとよこせバルバドス、そういう嫌いなんだよ、大丈夫な顔してないけどな、そうやって実は大丈夫な展開でないんだよな。あ来るか団長、来るか連絡ってことは、何やってんだミカイ、来る、違ったわOK サンキュー、死なないことが大事どういうことだよ、なんかちょっと言おうことようわからんな、インファイター、これでダウンがしにくくなります。あいけるいける、もう押せ押せ、もうあとどんどんいけ、もうガンガンいけばいける、ダッシャー倒した、お前
出た原作再現。あーでもさ、ちょっとできればオルガの何やってんだミカは聞きたかった感があるけどね。ちょっとさすがにそこまでは再現されてなかったか。ほうはな、あ、バルバトス第6形態の設計図に入ったん。これまでもこれからも、これ集めたらバルバトス使えるんかな。よっしゃ、そういうことじゃない。これでちゃんと整ったっていうことが元に戻せるってことかな。よっしゃー、えらい安定した戦いできたな今回。 HP をほとんど減らんかった。ドム強っ、硬いなドム。頼りにしていいんですね。めちゃくちゃ好感度上がってる。これバルバトスの設計図があるけど、ここにはある通り設計図1ないよな。多分2と3も全部集めんかったらバルバトス今回使えるのだろうな。体験版じゃそこまでできんのだろうな。いや、できそうな気がする。てかできるかい。え、バルバトス体験版でも使えるんじゃ。待って、マジで、わあマジか。体験版内でバルバトス使わせてもらえるんじゃこれ、すごいで、やった。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて、ガンダムフレーム恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ、あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。そうなんだよな。どういうこと、何かあるの。うん、なんでもない。あ、気使って言わないで、言わないで言ってくんじゃ。犬姉さん、アフターコロニーの時代、ダークキングダム防衛戦ね、オデッサに帰るための最後の修正。あ、結局ここカドル出てこんかったけんか。いや、このディレクトリのだよ。あ、違うかい。あ、そうじゃ、ダトレイヤーもあるけんな。まあこれのことだろうなって思っとったんじゃ、頭の中じゃ。ちょっと現実逃避とったんじゃない、ユノちゃん。ユノ、見て見ぬふり、よくない、ユノ。そう、よくない、よくない、ユノ。俺と付き合う、俺と結婚する未来、見て見ぬふり、よくない。落ち着いて聞いて、ユノ姉さん。ユノは俺の嫁。ユノは階層構造になってる。ユノは俺の嫁。ここは一番浅い層なわけ。はあ。管理システムのある階層に行かないと、ユノ姉さんたちを。え？無理なんだよ。じゃあこれも、もう全部の戦い、そこまで戦ってくださいみたいな感じじゃない。先長いな。じゃあさっさとその階層に。おい、SAO じゃないんやけんさ、アインクラウドじゃないんやけんさ。残念。ブレイク現象の影響で。あ！階層。ディレクトリ間の移動ができないんだよね。これは体験版なので、そこまでは製品版発売まで待ってくださいみたいな感じの事情。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね、人間みたいに嘘ついたりはできないし。マジで、じゃあ3サイズいくつって聞いたら正直に答えてくれるん。全く調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。お願いします。もう一つなんかできるんかな。いや、ちゃうんじゃ。あ、ここまでなんだ体験版は。よっしゃ。いやー、こちらこそ楽しいゲームでした。これがまだ体験版っていうのがすごいよな。結構ボリュームさせてもらったぞ。ステージ5つぐらいやったんかな。おいおいおい、引き継ぎが製品版でできるんですよ。だからさ、すごい楽しみに待っとけみたいな感じですね。というわけで、3回にわたってお送りしました SD ガンダムバトルアライアンスのタイヤ鍵盤の実況。発売日、製品版の発売日はですね、8月25日。まぁ、あ、ちょっと、もう少しあるんですけど、すごい楽しみにしてまーす。これからどんなガンダム世界のさ、歪みに立ち向かうのか、その歪んだ、歪んでさ、クロスオーバー数シーンもさ、すごい楽しみにしておきます。配信でやるかなーって思っとるんですね。
8月25日以降このゲームの製品版の方の実況もやるかもしれませんので、また楽しみにしておいてください。興味があればチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでおつけい。すごいなこれ、連続格闘の連続攻撃が2回から3回になったんじゃ。ガシャー、おー、原作でもあった頃は挟み込むやつ、よいしょ。待って、もう一つ技があるっていうのが、あ、投げ飛ばす攻撃もあるんだよこれ。出た、俺もバルバトス、ペペ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